BTS を無視するとあなたが失うもの。最近ネット上で BTS を無視する発言が散見されます。中には BTS に声かけられてホイホイついてく女じゃないという言葉もあり、非常に残念ながら私たちが思う以上に差別や偏見を助長する言葉になってしまっています。しかしこの記事ではそんな発言をする人にこそ読んでいただきたい BTS の存在があなた自身にもたらす価値やメリットについてお話しします。 BTS は単なるアイドルグループではなく、社会現象を巻き起こすほどの文化マトアイコンとして世界中で愛されています。例えば音楽の面であなたにもたらす影響力は計り知れません。 BTS のメンバーたちは常に新しいスタイルやグルーヴを取り入れ、その音楽性は多くの人々に大きな刺激を与えています。また彼らが歌うテーマは恋愛だけでなく社会問題や心の健康、そして世界平和など多岐にわたります。これらのメッセージ性があなたの心に響くことは間違いありません。さらに BTS の存在があなた自身の成長にもつながるかもしれません。彼らが掲げる愛と尊敬、自己肯定という理念はたくさんの若者たちに勇気と希望を与えています。彼らのメッセージには自分自身を大切にして前向きに生きるという素晴らしい意味が込められています。以上のように BTS の存在が持つエネルギーやポジティブなメッセージ性はあなた自身にも大きな影響を与えることでしょう。そして誰かを無視することが自分自身が失うことにつながることをぜひ知っておいてください。 BTS を知らない、興味がない人はもちろんいるでしょう。しかし彼らを無視することであなたは何を失うのか一度考えてみませんか。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたらグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。